次の回行くと元に戻るよね、うん、大きいおにぎりは一つは持っておきたい。現在タイガーウホホーンを経験値にしたいんだけど、これ危ねえからな。ロンソク使って矢打ちまくれば多分大丈夫だと思うけど怖いよね。あ、断固戦車になるのはありやな。ウホホーン作った後に。叩きやがった。あー、レズータ弱いな。トグロ島はデブトンから来たから。勝手に使うんじゃねえ。よし。ただ亡霊のシャマンはいらないって言ったらいらないんだよね。亡霊武者マンはね、乗り移れる、まあ敵に勝手に特大チンタラ、ついでに鈍足消えやがったな。ちょっと怖いんで毒矢を打ち込んで、あ、レベリング助かります。頼むぜ。ウホホーンでこれやるのが怖いね。特殊能力あるから封印あればいいんだけど、石20食らうからね。距離詰めた方がマシだわ。階段を見つけてください。どうでもいい。あのね、体温あるとね、敵そこから動かなくなるって意味では楽なんだけど、あのアイテムなんだっけ。よし、これは一つは欲しい。
こっちに出んじゃねえ。詰めると殴ってくるね。あのアイテム確認したら終わりかな。何だっけ？睡眠。睡眠か。剣に睡眠を入れると寝る時がある。睡眠の桃マンボウ。デブータマンは正直使い道がないね。これはただの食料や。デブータの石99もするか。もうめんどくさいよ。さすがにめんどくさいわ。結構呪われてたよね。あるね。ちょっと見るか。6三銀だ。あかんな。危ないわ。さあ、あと16回。さて、バトカン欲しい。なんでよりによってこのタイミング。なぜこのタイミングで。あかん、もう入れる場所がない。召喚は基礎が2しかないから。忍者いる。水遁忍者だ。デブータ使えばよかった。あそこ通れないよ。バッターは勝てねえんじゃねえ。これもしかして、の使いマン使いたくないけど使うか。あれ弱い。2倍速探索終わらせよ。ただ当然弱点もあって、相手をモモマンにできない。はい、分け。あれ一方デッキプラスアイテムが使えないんでね、戻るタイミングをちょっと気をつけないと。保存絶対いるね。探索終わってから取りに来よう。火の使い1個か2個しかなかった。
まあ一方的やね。倍速の卑怯さっすよね。思ったより3番バッターに弱かったね。目つぶし。マゼロンあるんなら混ぜたいんだけど、ここは近いわ。特殊能力ないやつだったらこれで全部完封できるんだけど、階段かな。よし、あそこの保存はいるから。私は何を書くのが正解なのか。あと15回。ネズミ、ネズミ識別であってほしいね。だとするとやっぱ使うタイミングがないんだよ。当選流だ。ネズミが識別と思う。もう。だよね。まあ、数が分かったのはでかいか。聖域は使えないんじゃない？これ。呪われてるから多分使えないと思う。まあ、お祓いが手に入る可能性を考えて一応持っとこうか。おにぎりでもいいからね。次何かに使う巻物が来たら定期に使おうか。あかん。あーもうねえよー。強いからな。410だっけ経験値。タイマンで運が良ければ1体ぐらいなら勝てるかなぐらいかな。あ、欲しいな。大渋滞ですよ。どう思う？
最悪無視して次の回行くことを考えておかないとね。大体こいつらってこっち曲がってこないんだよね。ん？行き止まり？今どういう状況？ん？行き止まりだ。素早さそう、いらないですね。4発かかるよ、正面から戦ったら。ちょっとレベリングしたいんで、誰か強くしてきて。やばかったら、とっとと次の回。特産銀だ。カッパも十分強いっすね。まあ、カッパマン。アイテムを投げれるだけ、いらない。お前はただの満腹度だ。よし、1、2、3、4、5、6個。6回分だね、まだ飛ばせるのは。7回分発見。ろうそくがゼロになってしまいました。はい、モンスターをたくさん倒せ。抹殺。もう無理かな。死神、元に戻ろう。とりあえず定域を置いてみよう。多分ダメだよね。やべえのになったぞ、あいつ。下手すりゃ一発で死ぬからね、俺。ただあいつ最強だから。ダメだこりゃ。お前ぐらいならまあまあ白紙使わずに乗り越えたのはでかいっすよ今の。
回取れてへんの。きついな。だいぶ距離あったね今。ギターを投げる。あー通路系だ。パプレプキン食うか。聖域拾い直してねえや。お祓いかなーって気はしてるんだけど。いい通路の視界なくなったのっつうな。ラッキー、骸骨マグだな。3連続ミスは許されへん。当選流も普通に痛い。愛嬌も確定じゃないからね。あ、ただの壺だ。視界取れてへんの怖い。得。頼む、いいもの。何かどう変わったのかもわかんない。アークドラゴンマン来た。これで1フロアはクリア確定やな。次のフロアで使おうか。あー強っ。こいつ役立たなかったな。失敗することもある。失敗されたら使い道ありませんわ。